言葉が難しい。はい、こんにちは、レトスのです。今回なんですけども、卓球を勉強していて、法律用語であったりとか、言葉、これが難しすぎて、理解できません、勉強進みません、どうしたらいいですかっていうね、ご質問、まあ、これはね、もう以前から、非常にたくさん、いただいている質問です。なので、今回ね、それについて、どうやってそれを解決していくのか、それをあなたにお伝えしていきたいと思います。まずなんですけども、法律用語って普段使う言葉とはもう全然違うようなね、言葉を使うんですよ。なので、一つ一つ、単語を調べていくってことから、始めるのが一番良いです。調べるにしてもね、テキストで調べる、ネットで調べる、どちらでも全然構いません。テキストでもね、載ってる言葉があったらもうテキストで調べちゃいましょう。で、載ってないやっぱ言葉とかあるわけなんですよ。で、そういった部分はやっぱネットで調べるっていうのが、非常にいいですね。で、ここで調べる中で重要な部分があって、書いてある文章を覚えようとしないってことなんですよ。例えば、抵当権が分かんなかったと。その抵当権を調べたときに、抵当権とは何なのか。これを覚えるってことはやんない方がいいんですね。で、なぜかっていうと、その抵当権とはっていうその文章自体が難しくて何を言ってるのか分かんない。また、イメージできない。結局、調べたね、法律用語。調べたけれども、その文章自体が難しくて、それもわかんないってことになっちゃうので、できるだけそれやらない方がいいんですよ。例えばですよ、抵当権、ちょっとね、私も調べてみました。これ、ウィキペディアなんですけども、ちょっと読みますね。抵当権は、債務の担保に供したものについて、他の債権者に先立って、自己の債権の弁済を受ける権利。まあ、そうなんですけれども、これ読んでも、これも難しくてわかんないんですよ。だから、どうしていくか。まあ、個別指導ではどうやっているかなんですけども、もう具体例を使うんですよね。もう具体例使った方がわかりやすいです。で、テキストとかでも具体例よく載ってますよね。なんで、そういったものを、頭に入れていく。具体例ごと頭に入れていくってやっていく方のが、非常に、効率的です。例えば、抵当権はどうやって私はね、説明しているのか。厳密に言うと違うけれども、その厳密に、理解をすることがね、重要かっていうとそうじゃないんですよね。卓球試験に合格することが重要ですよね。だから、ちょっとね、違っていたとしても、ある程度のイメージができていれば、もうそっちの方が使える知識になるんですよ。だから、そのように頭に入れていくといいです。例えば、あなたが私に1000万を貸しました。1000万私がね、返すかどうかわかんないから、ちょっと困るわけですよ。ちょっと怖いですよね。だから、一般的には連帯保証人をつける。例えばね、私の親、が連帯保証人になって保証してもらう。毎日私が1000万返せなかったら、親から1000万を返してもらう。これが連帯保証人ですよね。まあ保証人。普通保証人もそうですけど、連帯保証人、保証人です。一方、不動産で保証するのが、まあイメージは抵当権なんです。私が1000万返せなかったら、この不動産を競売、いわゆるオークションにかけて、そこで誰かがね、落札したら、その落札の代金ありますよね。そこからお金を回収する。これ抵当権。つまりこれイメージしていただいたらすごくわかるんですけども、人で保証するのが保証人、不動産で保証するのが抵当権。こんなイメージが頭にあると、勉強を進めていく上で、すごくね、使える知識になっていきます。例えば実はどちらも不自由性っていうものがあるんですね。これどういうことかっていうと、あなたは今1000万円持っているから、私に対して1000万円を取り立てる権利があるわけですよね。その権利を保障するために、連帯保証人をつけたり、抵当権をつけたりしたわけじゃないですか。もうその権利がない。つまり、私が1000万円を返したら、この保証ってもういらないですよね。だから1000万円を返すと、あなたが、持っている1000万円を取り立てる権利がもうなくなって、で、連帯保証人のこの保証契約もなくなるし、また抵当権も消滅するんだよ。これが不自由性なんですよ。まあ、弁済をすることによって、権利、あなたの権利自体がなくなるから、保証人ももう不要だし、抵当権も不要だよね。だから、これはもうなくしましょう。っていうのが不自由性なんですね。じゃあ、随伴性って何なのか。随伴性っていうのは、あなたが持っている、その1000万円を取り立てる権利、これを誰かに譲渡しました。まあ、あげちゃいました。でね、例えば A さんがいて、A さんがその権利を持ったら、
A さんが私に対して1000万円を取り立てる権利を持っていることになるから、その保証人がまた私の親だったりとか、また抵当権は、その人のために設定されている抵当権者がその A さんになるっていうことなんですね。つまりもともとこの保証人っていうのはあなたのためにいました、抵当権もあなたのためにありました。でもその債権自体が移ることによって次 A さんのために、保証人は保証しますし、 A さんのために抵当権がついているっていうふうな形になるんですね。これが随伴性、まあ、随伴っていうのはまあそれに伴って移動するっていうイメージですね。いわゆる権利がこう移動したことによって保証とか抵当権もそれに伴って A さんにこう移動すると、まあ、いうイメージなんですよ。まあ、こういうふうにね、あの具体例を頭に入れていくと、どん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 ね、レベルアップしていきます。今ね、保証人と、保証と抵当権の話しましたけども、一般的にテキストとかでは、別々に書かれているんですよ。でも、どちらも不従性もあったり、随伴性もあったりするわけですよね、同じように。で、これは今言ったように、人で保証するか、不動産で保証するかの違いなので、いわゆる似ている部分もやっぱ、多いわけですよね。その似ている部分っていうのが不従性だったり随伴性だったりすると、まあ、いうことです。まあね、ちょっとね、まだ、全然勉強してないよっていう方にはね、ちょっと今回難しい内容だったかもしれないんですけども、まあ、一通り勉強した方でも実力が上がらない方っていうのはこれ聞いていただいたらね、すごく、ああそういうことだったのかと、分かっていただける内容だったと思います。なんでこんな形で、具体例を、自分でね、イメージしながら、まあ、具体を調べながらでもいいですね。どん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 イメージして頭に入れていきましょう。効率的な勉強して短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ、レトスは個別指導を行っております。ぜひ今すぐ右上のボタンもしくは下の概要欄から詳細をご覧ください。またチャンネル登録や毎日3問過去問を分かりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて次の試験で絶対宅建合格しましょう。